皆さんこんにちは。またもやほんまかいなだけです。はい、よし頑張ってこー。はい、ということで本日マリンからお金を借りたい、イエーイ。まあ、なんでかと言いますと、最近ギャンブルタコ負け続きで金がない。金はいつもないんだが、特に金がないということで、今日はマリンからお金を借りてみようの回でーす。やったねー。まあ、なんでマリンかっていうと、まあ、ちゃんと理由がありまして、あの前回の競輪の時かな、サナからさ、私がお金借りようとした時にさ、なんかめちゃめちゃ怒られたじゃん。私怒られた上に、最終的に私の使えみたいな感じでさ、4万8000円くれたじゃない。返して返して、私もう今日帰るお金ありませんでいいの。いいんじゃない、あんたも。で、どうもできないじゃん、私のこと。マリンは知らないよ、まだ知らないなら口挟んでこないで。今この2万の話金を借りるなって言ってんの。なんでそんな優しさにつけ込んで。つけ込んでないって別に。つけ込んでるよ、さすがに。お前関係ない、マジで入ってくる。いや、嘘ついてんだよ。まあ、優しさはつもりはないけど。ほら、じゃあもういい。いや、無理だって。おー、無理無理。一旦隣いいんかい。一旦これだけでさ、何何何いい、これ全部あげるから。もうおっ、マジで。そうくれたじゃないだから、そう、あ、マリン意外とお金に関して男気あるなって思ったのと、あとこう情に訴えかけていけば、なんかワッチャン借りられんじゃないかと思って、今日は最高のプランを用意してきました。まあ、そのどうやって借りるかっていうプランですね。マリンちゃん、ご飯食べるの大好きじゃない？そう、ご飯食べるの大好きなんですよ、あの子。なんで今日は浅草の方で食べ歩きなどを中心にして、マリンと、まあ、デートだね、ほぼほぼ。まあ、またデートなんだけど、今日はデートして、とにかくマリンをいい気分にさせて、お金を最終的にいただいちゃおうかなっていう企画です。これさ、もうでも一石二鳥どころじゃないよね。だってマリンはさ、ご飯食べられていい思いができて、私はお金を借りられます。最高だ、天才だ、思いついて。今日はとにかくマリンに奉公します。飯使いになります、私は。マリンのいい思いになってもらって、お金を借りようの回です。ということで、早速マリンと浅草に行ってきます。ということで、はい、マリンさんこんにちは。こんにちは。今日は何だと思いますか？今日は一応浅草に呼ばれたんですけど、はい、その通りです。今日は私が浅草でマリンをおもてなししたいと思います。はい、おもてなし？おもてなし？やばい、なんか変な予感しかしてないんだけど。いや、っていうのはですね、はい、この前ギャンブルの方で4万8000円ちょっともらったというか、まあ、ちょっと借りたというか、まあ、ちょっとあれ自分的にもやりすぎちゃったなって思ってて。そうなの？で、4万8000円ちょっとさすがにちょっと額でかすぎたなみたいな。その時は結構さ強気だったけどね。あ、まあそうなんだけどね、その今思い返してみたら、ちょっとそんなにやらなくてもよかったかなって。あ、本当に、うん、いやでもいいんだよ、あげたから。あれは一応私が自分で責任を持ってあげてるから、別にそれはなんか申し訳ないって思わない。まあ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 、でも今日はそんな強がらないで。強がってない。ちょっとそのお詫びと言いますか、なんか、はい、もう兼ねて今日は私がマリンを浅草で。え、いいの？はい。やばい、嬉しいかも。もてなそうと思います。って言っても私そんな浅草めっちゃ詳しいわけじゃないんで、うん、ちょっとマリンの行きたいところとかに行こうかなと思います。いいんですか？いいです。ありがとうございます。今日はそういう日です。あら、じゃあ言葉に甘えて、まあ、安心して身を委ねて今日は楽しませるんで。楽しませてくれる？楽しませるんで。 OK、はい、ありがとうございます。じゃあ早速、うん、どこ行きたい？なんかさ、食べ歩きみたいなのが有名だよね。あーね、いいね、いいね。マリンちゃんは食べるのが大好き。はい。じゃあ行きましょう。はい、ありがとうございます。つうわけで、はい、マリンの行きたいところに。なんかさ、いいんか、うん、好きなお店とか。好きなお店、あれ食べたい、メンチ。メンチ、メンチ、チーズメンチみたいな感じ。あー、なんかさ、前も食べてなかったっすね。前も食べた、あれめっちゃ美味しい。えー、え、
いや、食べてないんだよ。ええー、多分食べないの、食べない揚げまんじゅうとか大丈夫。うわぁ、待って、揚げまんじゅうちょっと食べたいかも。食べる、あなた。うん、うち、あれ、ちょっと備えるわ。何に備えるの？メンチに備える。あ、メンチに備える。待って待って、じゃあメンチに備える。チーズメンチが、その、どのぐらいの重量感なのか分かんなすぎて、うん、結構ずっしり。あなたは結構胃もたれしちゃう。そう揚げ物がもう、うまいよな、普通に。だってガキの時さ、エビフライなんかしこたま食ってたのにさ。しこたまって言ってた。この、なんか、やっぱ年取ると本当にさ、ね、マジで食えない、揚げ物。分かる、お肉とかね、あんまり。そうそうそう。いいじゃん、こことかさ、ね、クリームソーダとかね。いや、でもこれ外国人価格だよ。なんか、持って取られんねん、多分。そうなの？足元見られて。浅草ってさ、マジで、ね、商売の街だから、本当に。あ、そうなんだ。知らん。けどさ、その外国人だからさ、うん、高くしてるじゃん、いろいろ。あ、なるほどね。なんか払うから、やっぱ観光客って金。それでうちらが付き合わされてる。うわ、ジーパイある。やべー、ジーパイやばい。あ、これじゃない？あ、これだ。おぉ、そう並んでる。やばい、そう並んでます。絶対うまいって。いや、これうまいって言ってるもんね。うん、メガも。うわ、どうしよう。家で食べるよ、もう買っといた方がいいかも。え、これそんな持つ？そう、まだある。始まったばっかりなの。そう、10分も経ってない。え、安っ。350円。高いかな。さ、コロッケなんてさ、うん、あ、そうだ、そりゃそうだけど、チーズメンチって有名なやつですから。すごい嬉しい、初めて食べるね、初めて食べるね。チーズメンチ2つ。チーズメンチ、あ、チーズメンチじゃない。本当に大丈夫？買える？あ、じゃあ1個お願いします。大丈夫です、すみません。やばい、浮かれ持ちすぎる。浮かれメンチです、こいつは。浮かれメンチは。じゃあ、え、じゃあチーズメンチ探そう。探そう。てか、おごってくれた、もしかして。おごりました。え、まあまあ、ちょっと今日おもてなしなので。いいの？いいですよ、そのぐらい。ありがとう。あ、これ当たった。これ、あ、これそれだ。てか、お金ある、大丈夫か。うん、今日はあのおもてなしなので。本当に、はい、えぇ、ーはい、あったんだ、お金でか。ありがとう。こっちやって。お、じゃあ君にチーズメンチを預けよう。じゃあちょっと先にいただいちゃうよ。はい、どうぞ。いただきます。うまい。うまい。まだ全然来ない。丸いんだ。あ、すごいすごい。すごいすごい。すごいすごい。うん。あ、すごいすごい。すごい。うまい。いいね。お、あれ？まだだ。うま。うまい。え、初めて食べた。うん、なんかメンチカツは普通に売ってるよ、ね、うん、どこでも。ちょっと油多いよな。確かに。それで多分持たれちゃって、うん、NG ですよね、メンチ。久々に食べるの。うまいね。うまい。お、やった、嬉しいね。なんかあと1年ぐらいこれでいいの。あ、うめえ、いい、うん、うまい。この顔見たくて来たんだよ、今日浅草に。ありがとう。うわぁ、ごちそうさまでした。はい、美味しいね、今。うん、うまい、すごい。いいよ、何でも食べな。マジで、うん、あなたのお財布も心配だよ、ちょっと。待って、コーラとか飲みたくね。あ、飲みたいかも。やばい、ラムネじゃん。ラムネ飲みたいかも。
ダメのオーラ。どっちがいい？コーラと。飲みたい。え、じゃあ買うか。コーラじゃないか。え、コーラじゃなくていい。今日でいつもこれ全部おごりですか？いや、なんかね、そういうわけではないんですけど、うん、申し訳ない。大丈夫ですか？行ける限り行かせていただきます。本当に？うん、大丈夫です。あ、あれもあるよ、コーラあるよ。そう、もうラミネ飲みたいか、ちょっと。あ、でもコーラ、コーラにしよう。コーラにする？はい、コーラ、コーラ、OK。すごい、コーラ一つと、あとラムネ一つ。よろしくお願いします。よっしゃー、やったー、イエーイ。早いね、座るの。開始30分うまい、わうまいです。うまいね。いや、夏休みなんだよね、うん、あ、そうなんだ。うわうわ、マジかよ。なんかプールとかさ、行きたかったから。行きたかった、ね、市民プール行こう。ありよね。3時40分、次はですね、次はどこ行きたい？金魚すくいがあるらしい。うわ、夏やね、いいね。夏だ。おみくじとか引いとく？え、確かにおみくじ引きたいかも。さすがに自分で引いた方がいい。ベレン。ハンキチ。ハンキチ。なんだよこれ。初めて見たかも。全然読めない、読めない。願望叶えにくいでしょう。気のせい、気のせい。そうが。あ、最悪のそれ。一番あ、ダメダメダメ。ダメ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 。これはちゃんと綺麗にして貼る。貼るんだ。貼らない。そう、結ぶ。気持ちが高ぶってしまう。でも吉のおみくじは持って帰りましょう。まあ、自分で叶えるのが大事っていうことだね。歌います。はい。これ絶対一緒に洗濯してさ出てくるやつじゃん。結局ね、うちわかるもん。しゃぐしゃぐしゃ。手抜き持ってる、やばい。手抜きが欲しいんだよ私は。いいよね、一回こうでかいのを狙うか、赤いやつを何個か。そうなのか、そんな感じだったっけ。金魚すくいってそんなガチったことねえよ。こう、え、まずこう行くのが大事。ああ、はい。今日の最高成績58匹。達人がいるんだけど。ガチかよ。狙うしかないか、ちょっと最高記録58匹。はい、どれ狙ってんだ。あ、デメキンを狙ってんの。見せて見せて。あ、すげえ上手だね。すげえうまいな。うせすごい、なんか54匹差で敗退です。じゃあお次は、はい、花屋敷ですか。花屋敷、
て初めて入る。あ、え、本当に、うん、ということで、イエーイ、話聞きたい。イエーイ、お願い、これとか乗ってほしい。やばいね、それは乗った方がいい気がするけど、これ楽器しか乗れないのかな。でも大人乗ったらこれでも外から撮るしかないよね。え、じゃあ並んで。怖いかな。え、怖くない。最強、最強は多分楽しい。緊張してる。かわいい。子供みたい、なんか。デパートに来てしまった。なんか何やりたい？すごいすごい。お願いします。ね、まや。あ、いいね。私も知らないその人。あ、彼女なんだ。頼む。え、なになになに来ました。おお、すごい、嬉しい、すげえ、かわいい。なんだなんだ、すごい、なになに、え、え、恐れた恐れた、すごいすごいすごい、やったやった、嬉しい、やったね、すごい。どっちがいい、え、どっちの
お、お、いいんじゃない？キューティー、キューティーじゃね。あ、かわいい。すごいすごい。イエーイ。なんか気分いいな。気分いいね。ありがとう。はい、帰宅です。わあ、楽しかった。いいところだね。いいところだね。ということで、うん、いつの間にか花屋敷出たんですけど、あの出ちゃったんですけど、どうしよう？どうしようか。どうしよう。ご飯食べる。はい。ということで、なんだろうここは。カフェ。カフェ。カフェです。もんじゃ屋さんが思ったより、うんうん。ジュワーみたいな音だね。ちょっと静かなところ ここになりました。めっちゃでもいい感じだね。本当にさ、すごいな。うん、間違いです。本当にね、来ちゃっていいのかなっていう。そう、教科書間違いっていうページ開いたら今のうちらが出てくるぐらい間違いです。浮かれてるね。はい、すごいな、ね、なんか浅草さ、うん、個室でね、探してたんだけどね、そう、なかったんちゃんと分かなくて、豆腐屋さんとか出てきてる。すき焼き豆腐屋さんは無理だわ、さすがに。いけないよ、うん、ありがとうございます、今日は。いいですね、でもやっぱさ、うん、自分がさ、ほんと詳しい街の方がさ、うん、いいねって思ってます。あ、確かに。ちょっとしといて申し訳ないんですけど。いや、全然いいですけど。楽しかったですね。良かったです。暑い中。いやいやいや、こちらこそ。じゃあ、コーヒー。コーヒーソフトクリーム。うまい。何の味？コーヒー。うまい。コーヒーのアイス好き。微妙な時の反応じゃないか、それ。やっぱその苦味をまだ美味しいと思えないか。確かに、ちょっとコーヒーの、ね、味がする。それをさ、そうなって話してたんだけど、うん、マリンさんとカイラちゃんって昔そんなに喋ってなかったよね。え、本当？そう、ソナが入ってきた時とか、うん、ちょっと経った時とか、うん、今よりそんなに喋ってなかったよね。うん、本当に？でも確かに、うん、喋ってはいるんだけど、もちろん、うん、なんかベラベラする。なんか不必要っていうか、そのめっちゃ雑談するみたいな。ことは確かになかったか。いつからそんななったのって言われて、確かにと思って思い出してみたら、なんか私が家帰らなくなってからに、ああ、確かに確かに。なんかさ、夜さ、散歩とか行くよね。確かに、ソナが入ってきた時はあんま喋ってなかったから。喋ってはいるんだけど、一応ね、そんな昨日さみたいな話しかあんましなかった。しなかったかな。どっちかっていうと、たぶん、ちゃんついとカイナが一緒に帰ったりしてたから。あ、そういうことか。そう、なんか言ってたよね、前。なんかそれで、まあ、入り込めないみたいな、その2人の。あった、めっちゃ。そうそう、帰り道とかもずっと一緒だったから、2人が。だから、そう、私は、前いたさ、前いたとかさ、入ってきたことをめっちゃ喋ってたのよ。喋ってた、喋ってた、喋ってた。で、仲良くなるじゃん。うん、で、やめちゃうみたいな。そうそう、で、私の心はどんどん薄れていく。あなたも、すっごい仲良くなって。でも、で、また、うん、ってなって、大橋くんもさ、すごい気が合ってさ、ね、すごい喋ってたんだけど、でもまたいなくなっちゃって。だからもう誰とも仲良くしないでおこうみたいな。孤独。今のメンバーは別だけど、あの、あ、入ってきた子にはあんまそれ期待しないでおこうみたいな。人は、うん、そうなの。なんか仲良くなった子みんな辞めちゃうの。だなんかね、だからそういう性質のことを書いてもらうのがあれなんだろう。どういうこと？やめちゃうことってこと？やめちゃうこと仲良くなっちゃう。やめちゃうことっていうかな、共通点があるのかわかんないけどさ。でもそれで言ったらさ、
たまにもやめちゃう子じゃないだとしたら。そうそうそう。そうなのよ。あっちからしたらマリン。悪いっていうか、違うってことですね。だから私がいるのが謎なんだ。なんでだろう。なんだろう。でも一番上にあったとのでかいかなと思って。ちょっとなりたくないんだけど、一番上。断固拒否なんだけど、一番上。え、なりたくないの。マジでいいや。でも先輩いたら嫌じゃない。いや、先輩いる方がさ。私はなんか他力本願だから、お願いしますって思ってるからずっと。先輩とかいるとめっちゃ気が楽なの。なんか結構さ、困った時もさ、自分で考えなくていいじゃん。先輩の方が長いし、知ってるし、結構任せられる。私たちがさ、一番知ってるみたいな。あれやこれや、舞い込んでくるし、トラブルやし。舞い込んでくるけどさ、それが嫌だったんだよ、めっちゃ。一番上かよ。一回もやったことないし。でもさ、思ったけどさ、マリンってさ、あんま関係ないかもしれないけど、トイレじゃない。なんかそれもあんのかな、上の方がいいみたいな。下のこと仲良くなるみたいな。確かにそれあるかも、めっちゃ。でもさ、そう思ったんだけど、別に弟とそんな仲良くないじゃん。仲良くない。なんかなんでその下の方がいいんだろう。年上の人との接し方があんま分かんない。私はお兄ちゃんとかお姉ちゃんとは違ったかも。妻とかも結構さ、末っ子っぽいっていうかさ、姉ちゃんそういう接し方が分かんないかも。でもマリン以外全員妹とか、うん、マリンだけで俺ちゃん、それもすごいよね。なんかすごい。妹属性大丈夫。マリング一人で、一人でお姉ちゃん背負って。だよ、それも。でも画面見たらなんかマリン、お姉ちゃん感あんまないよ。あんまないかもね。一人か妹って。あ、めっちゃ言われる。兄弟いるって言われると、え？みたいな。びっくりしちゃった。絶対その嫌な意味なのよ、しかも。反応が。私も最初聞いた時したら一人っ子っぽいよ、ね、嫌な方の話だしかもマジで言ってんだよ。怖いよね。昨日さ、100回連続のやつだった、うん、その時にさ、私が100回目でさ、MC してさ、うん、そのまま100回目だったじゃん。うん、多分入ってなくても、うんコメント欄でさ、イヤプロ入れって言って見た、それ見た、笑ってた、事務所でめっちゃ笑ったもんね。なんかさ、そういうの面白いのがいいんですよ、嬉しいじゃん、結構嬉しい、言い方がさ、面白いからさ、いいんだけどさ、たまに、これおもろいやみたいな感じでさ、うわぁ、わかる、あ、なんかアンチじゃないんだろうけど、アンチぐらいみたいな。あれってさ、マジでなんか法律とかで知らないのねえ、本当に仕組んでいいと思うよ。本当にさ、ね、うちらがやっぱ警察になっていくしかないよ。これ取り締まっていくしかない。一番嫌だったコメントが、一番嫌だったコメントが、待って、なんか人間性否定みたいなのはなんか意外とでももう傷つかないの、あんまりイラッとするね。ああ前は傷ついてる、傷つくっていうかなんかイライラしちゃう。傷つかない、傷つかないかも。ちゃんと考えて喋ってるから、うん、あんまりそこ否定されても、ね、あそうかみたいな。いや一回あれだよ、心の中で殺したいけどそんな傷つくとかはないけど、間違ってないし。ムカつくのは容姿とか、ああそうあれのめっちゃムカつくかも。なんか一周回ってマリンちゃん可愛く見えてきたから、ああなんかそれ何一周回ってって、うん、しかもそれを多分さ、褒めて自分的に持ってるつもりで言ってるの。本当にね、なんでそんなに気遣えないんだろう。なんで一回上からになっちゃうんだろうって毎回思った。家もできるなんかみんな気遣ってるね。そう、上からは本当に暮らしたいんだよ、今まで誰か。そう、暮らしてきてる人たちってわかるからね、見て。いや、なんかね、たまにその展開とかでもさ、
そういうのするとめっちゃ嫌になっちゃうんですよ。お金払ってきてくれてるから、2500円ってやばいし、その場ではさ、嫌な顔ってしないようにしようかな。明らかに態度でかいやつをやるから、わかる。顔めっちゃ引きつっちゃうよね。こうじゃなく、こうかったから、ありがとう。でも偉いね。いや、2500円だよ。ああ、そうなんだ。神様じゃないけど、一応たった1分だから、ここは収めようと思って。本当だ。え、なんか言ってる？その嫌なやつ来るじゃん、この間来た人が、うん、なんか意外とそんな感じなんだみたいな。え、意外となんかクールなんだねみたいな。多分、そう、ありがとうみたいな、キャピキャピ系を持ってて、褒めてたみたいな、あ、なんか意外と、あ、クールなんだみたいな感じで、ちょっと明らかに喧嘩を受けてたのよ。気持ちになってるんだ。その時は普通に、あ、ありがとう、ありがとうみたいな、もう目で、バイバイ、あ、私はそういう感じだよみたいな。いや、それはそれ違う、マリか。めっちゃでも相手もすっごいなんか無理だけどこっちも無理だけどそれ喧嘩じゃない。昔はさ、あんまりなんか傷ついちゃって一致することに、うん、こんなこと言われると思わないもんね。みんな本当にそう思うのかな。対処してる。日々ね、イラつき上げてるなんか、そうなんだよね、マジでこいつがめちゃめちゃイラついてんじゃねえかと。イラつき系だからそんなことか、見えでもイラつきをさ、なんていうの、楽しいことをさ、バネにして歌える人もいるしさ、イラつきをさ、糧にしてやっていく人もいるし、まあ、いろいろね、あるけど、嬉しいときマジでなんか全然良くないなと思っちゃう。私自分が幸せなときとか、何も嫌なことがないときとか、全然なんかライブしても生きづらくなる。でも私の中ではそこで消化できてるの、ライブで。イライラしてる方がなんか、あー、なるほど。でもライブって結局さ、うん、パワーあるし、うん、それってさ、楽しいと出ないパワーって。ーディズニーでパワー出ないよ、私はさ、うん、ディズニーでパワー出ないよ、楽しいねみたいな。うんうん、ああ、そういうことか。恐怖とかさ、うん、怒りとか悲しみの方がさ、確かに、うん、いけるとこよ。そうだよね、できる時はめっちゃ、負け足とかすごいすごい、高いがすごい感情がさ、出る。確かに、そういうことか。ルーチンパーとかだったら、うん、楽しいでいかないと怒りはバネにしてる。はい、ということで、移動しました。移動移動して移動する。さっきの店がもう閉まりますってなっちゃったから、はい、ありがとうございます。じゃあちょっと焼きますか。お、おでなしちゃうよ。料理できる人で、すごいなって思ったら、マジでそのなんか準備しながら何かするじゃん。それがまずですね、なんかできないから、それ。これって一回じゃん、もう全部。一個を任せればいい。あ、そうそうそう。だからこれ切ってとかなら行けんだよ。あ、なんかそういうことか。なんか分かった気がする。掃除がね、マルチタスクが本当にできない。難しいよね、確かに。やってこれやってって。すべてのやつなんだけど、だからピアノもできなかった。右手と左手で違うことができなくて、脳が混乱してやめた。難しいよ。すごいよ、ピアノっていう。ギターとかもさ、絶対違うことやるでしょ、右手左手。そうだよね。全然できない。私も、楽器できなかったなって。でもやってたでしょ、軽音部。うん、全然弾けなくて、ね、弾けなくてやめた。そうだ、一緒じゃん。あと人間関係がちょっとできなくて。それは私ではない。ピアノも最近行ったのよ。うんうんうん。
体験まで行ったんだけど、発表会とかさ、あるね、あるね、もあるし、先生がいるのがもう緊張しちゃって、一日やめてた。先生がいるの緊張なんですよ。だって絶対いるもんだよ、先生なんて。でも発表会とかもあるしなと思って。でも中学生とか。ついでその。そうなの。空手もだって体験でやっちゃったし。あ、言ってたね、空手。そう。強くなりたいと思って、空手始めようと思ったんだけど、強くなる以前に、人と馴染むって。笑っちゃうんだけど、笑っちゃうんだけど。強くなるとかじゃなくてね、もんじゃオフ会とかやりたくない？やりたいかも。3人メンバーは4人なんだけど、3人はその回る、あの座って待つ、で私が回って焼いていく。焼くオフ会とかもさ、すぐ売り切れるようになったよね。忙しそうだったよね。ライブも争奪戦にしたいな、そうだね。でもさ、めっちゃ最近増えてきたよ。なんかね、そんなもんしてて辛い。今日どう？今日めっちゃ楽しい。ありがとうございます。こんなにね、遊ぶことないのに。いいのかって思っちゃう。いいんです、今日は。いや、なんかすいませんね。だからってことじゃないんだけど、ちょっとあれが、頼みが、頼みみたいなのがあって、はい、実は。お金を貸して。お金？お金貸して。まあ、なんか自分でもそのかけたことないから、ちょっと出すぎたな。まず自分で4万8000かけてから割りにもらうべきだったのかな。大金を初めて人の金でかけるべきじゃあんまなかったな。ちょっとその申し訳なさみたいな、その4万8000稼ぐ大変さも知ってるし。それは、で4万8000は別にいいんだよ。それはそう。いや、それはそう。何言うことではないんだけど。何回目あんたが言ってることじゃないんだけど、私何回してるの。ちょっと、本当になくて。生活に関わってくるレベルでなくて。金貸して。でもさ、今日さ、おごって、まあそっか、気持ちでおごってくれたの。でもさ、それでおごったらさ、お金なくなっちゃうことは分かんない。いや、分かったけど、それを飛び越えた。あ、気持ちが。うん、そうか。それはまあ、今日ちょっと楽
楽しませたいという気持ちが怖い。そっか。何のに思ってくれたのか。ありがとう。それは全然いい。金がない。そっか。それはなんでなくなっちゃったの？まあまあいろいろあるよ。そのまあ一概にこれっていうこれ一個っていう原因じゃない。うん、そのギャンブルとかもある。あるし、これもある。いや、これは、いや、私が好きでやった、私が好きでやったけど、まあ、その、たどり着いたのは、やっぱお金がない。でも、それ言ってくれたらさ、なんか一緒にさ、持ってもらわなくても多分楽しめて。いや、それじゃなかったの、そうじゃないの。そこをやっぱ気にさせず楽しんでほしかった。気にしないで。嬉しいじゃん、やっぱその。ありがとうございます。喜んでほしい気持ちもある。それはすごくさ、はい、でここはその私が払うとか、うん、で、ちょっと楽になったりしたい。え、それはもう貸してくれないという。貸してくれない。それはさ、その私がここを払うとかさ、私が次おごるとかでさ、貸したことにはならない。ならないか。それはなんでだ。それは私の手元にお金が来てない。あ、現金が。うん。その10万貸してとか言ってるわけじゃない。別に今マリンが貸せる範囲でみたいな。今日楽しかったなっていう気持ちの分だけ貸してほしいから。今日楽しかった代を貸してほしい。でもだったらその最初に言ってくれたら、なんだろう、もっと助けることできた。そうじゃないんだよ。それは違うんじゃない。違うと思う。あ、そっちの？だって今日別に奢ってくれたのはもちろんその気持ちだからありがたいけど、別に奢ってもらわなくても楽しむと思うし、それは、いや、それは私の奢りたいっていう気持ちがあったから、それは重すぎたことだし。いや、わかるよ。その私もなんかあれだなって思う。なんでこんなにお金ないんだろうなって自分でも思ってる。もっともない、情けない、すごく惨めです、お金がない。そうだね、もうおかしいでしょ。でも自分もその共感でだよ、自分もお金ないけど何か出してあげたい時とかあるじゃん今それ。いや、それはすごくわかるんですよ。楽しい時にさ、ふと思い出すお金がないと楽しくなくなっちゃう。それは嫌じゃん。マリンとご飯食べてる時にそれが起こりうるかもしれない。したらだってきっとマリンだってなんか心配になるでしょ。うん、すごい。わ、なんか一瞬で顔曇っちゃった。私なんかしたかなとかなっちゃう。はい。1万。でもそのそういう条件のもと借りるとか、
これをギャンブルに使わないでくださいって言って貸してくれたら守っちゃう。はい、これでギャンブルはしませんって言って帰ってしまう。でも一回さ、そのソナのお金を、それはソナじゃん、いや、そうかもしれないけど、一応メンバーだからになってるね、それは、うん、お兄ちゃんのお金、兄ちゃんの結婚式だっけ、結婚式って言ってギャンブルに使っちゃったりとか、それは理由があるんですか。今じゃなくていいなって思って、今じゃなくて返すの、お兄ちゃん私があげるとか。いや、でもそれはさ、ソナから借りてるからさ、ソナが一回言うべきだったんじゃない？って思うし、もちろんさ、おごってくれたのは嬉しいよ、気持ちはわかるし、でもさ、それってそれでお金なくなっちゃってさ、またメンバーに貸してっていうのがさ、また同じことの繰り返しになっちゃうじゃない。繰り返さないじゃん、ここで終わるのって。じゃあ今日で最後で、それを何回も聞いてきてるの私は。え、初めて言った今日で最後の人は今まで言ってない、うん、今日でじゃあもう借りるのやめよう。でここでマリーから借りられたらもうソナからも借りないし、マリーからも借りない、貸してって言われる。その借りたお金をギャンブルには使わないするよ、全然できます。今はそう言ってくれてるかもしれないけど、ギャンブルに使っちゃう未来が私は見えてるし、その未来はない。その大金、大金っていうかもう10万とか100万じゃないか、うん、いや、そうかもしれないけど、多分自分がこう困ることになるよ。で、また使っちゃってお金ないで借金増えて、またどうしようお金ないで誰かが借りて、それ繰り返してたら、自分が後々困ることになると思うから、貸さない方がいいと思う。でも今困ってるけど、その言いたいことは分かるけど、同じことを繰り返すみたいな。でもその繰り返せない可能性もあるから、一回貸してみてっていうのもある。これでみんなさ困ったら貸してくれるじゃん、優しいから。メンバーはさ、メンバーじゃん。いや、そうだけど、ここでやめといた方がいいって言う人がいないとどんどん進んでっちゃうじゃん。それが今借りて、また借金をして、ギャンブルに使って、で、なくなったらまた誰からから借りてって言ったら、その、またメンバーから借りることになるじゃん、ソナとかが。自分が借金をお金になるから、私は貸さない、貸さないかな。この先のことを考えて。お金なかったら全然その言ってもらえれば助けれることもあるじゃん。ここはおごるねとか、だから今日はそのおごってもらったし、私がおごるから。でも貸してくれないってこと？そういうこと？うん、いや、貸す、うん、貸すことはできないから。今日いっぱいおごったのに、こんなに？いや、おごったのに。いや、マジで、もういっぱい、だって今日いっぱいお金使ったじゃん。貸してくれないと。いや、お金使う。だからおごってくれたわけじゃない。あ、いっぱい使ったのに。いや、私はその気持ちがあっておごってくれる、はい、言ってくれてるから、はい、あ、そうなんだ、嬉しいなと思って、はいはい、でも貸してくれないってことだよね。え、その言い方は良くないんじゃない？はい。じゃあということで、気持ちダイナマイトマリーさんはあのお金を貸してくれませんでした。残念です。その企画ってこと？今日あんたがさ、ケチケチケチです、こいつは。ありがとうございました。さようなら。マジで終わらせる。マジで貸してくれませんでした。ダメダメダメ。終わりよ、もう終わり終わり。だってもう貸してくれないじゃん、こんなにいっぱい怒ったのに。マジでお前ガチで。え、そのためだったってこと？ちょっと一回待って、ちょっと一回お前黙って。はい、ありがとうございました。またお会いしましょう、どっかで。危ない、危ない、お前が危ないんだよ。でもこっち止めるから。止めないで。待って。止まり、止まり、止まり。
まあそうだね、お金とかもね、経済的にお金の話はやめる。常識ない、お金もない、だけど歌